はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野源太です。今回ですね、たった2分で分母の有理化の時短テクニック紹介していきます。まあ分母の有理化何回も何回もしますよね。だからちょっとした時短テクニックも積み重ねれば非常に大きな時間お得になるんですよ。だからこそしっかりとマスターして周りのライバルたちと差をつけていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずはね、ルート3分の3を有理化していくことを考えます。今まではね、分母のルート3に着目して分母分子にルート3を書き上げる、そうすると3分の3ルート3になって約分してルート3というふうに出してきたと思うんですけど、今回はこの分母分子に同じものを書けずに直接有理化していきます。その方法はこのね、3に着目するんですね。3っていうものはルート3かけるルート3に分解できますよね。そうするとこれ一発で約分できるんですよ。まあ、今回はこういうふうに約分することによって分母の有理化を短縮していくと、他にはルート2分の8っていうものがあった場合、まあ、2分の8だったらね、4っていうふうに一発で約分できますよね。それと同じ要領で8っていうのを4かける2っていうふうに分けてあげる。そうするとルート2と2が約分できるんですよ。2はルート2かけルート2だから、ここにルート2が出てきて結果4ルート2というふうになるわけです。まあ一般にね、 A が正の場合は A はルート A かけるルート A というふうに分解できるので、これを意識してね、しっかりと有理化していこうという話ですね。まあ、他には例えばルート6分の18はどうなりますかね。これもう一発で3ルート6ってできますよね。頭の中で18は 3×6 で6の部分が約分されてルート6が出てくるんだっていう意識で、分母は有理化できるわけです。他にね、応用事例としてルート6分の 3×2 分のルート2、これもね、まずルート2とルート6約分できるのは分かるじゃないですか。その上でルート3と3を見てあげて有理化してあげてほしいと。まあ、3はルート3ね、2つ分だから1個有理化、1個約分できて結果2分のルート3という風になるわけです。まあ、こんな感じで今回はルートを使った約分を利用して分母の有理化を時短していくと、まあ、そういったものをね、紹介したんですけど、今後もこういったちょっとした時短テクニックなども紹介していこうと思ってるので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。